わずにで大丈夫ですよ。そこそこそれは。さきみさん、ありがとう。お花ありがとう。やっほー、こんばんは。ユシリザルさん、ありがとう。ハート、そうそう、ギフトが星じゃなくてキラキラなんですよね。でこの盛り上がりカウント、星で盛り上がりカウントがなるらしい。エビで鯛を釣る、めっちゃ面白かった。私もめっちゃ楽しかったです。あれ、レムさんありがとう。ひさまるありがとう。レムさんありがとう。なんかね、すごかったんですよ。あの多分配信が YNN さんのそのエビで鯛を釣るの場所のねやつが配信ではもう真っ暗だったと思うんだけど、着いた頃は若干日が残っててめっちゃ綺麗でした。まるるありがとう。こうすけさんありがとう。めっちゃ綺麗だったの。ゆすりだるさんありがとう。そう、めっちゃ海もめっちゃ見えたし、めっちゃ綺麗だった。エビで鯛を釣る、ちょうど今ちょうどアーカイブ見終わったとか、面白かった。てかね、めちゃくちゃ豪華でした。もうめちゃめちゃ豪華すぎてびっくりしました。 AT さんありがとう。なバラありがとう。ごめん漢字が読めなくて。鳥高山さんありがとう。味方町さんありがとう。そう、なんかね、もうめっちゃ豪華、びっくりしました。あんなに豪華なんて。なんかそもそもあの室内でやると思ってたらロケでしかもさ、ご飯もめっちゃ美味しかったし、てかやりたいこと全部やらせていただきました。だって最初釣りして、釣りとかして、ご飯食べて、マシュマロ焼いて、花火してみたいな、めっちゃ盛りだくさんよ。はい、ジンクスと験担ぎのハミちゃん、めちゃめちゃかっこよかったんだが。本当嬉しい。そうなんですよ。そう、あのね、めっちゃあの中毒性のある曲ですよね、あの曲日曜日から月曜日まで本当楽しかった。それ本当にライブ終わって、で次の日キャンプあって、めっちゃ楽しかったね。いや本当に、夏のキャンプごめんなさいやけど、それにしてはめっちゃいいことさせてもらっちゃいましたね。あ、今日の公演、西馬ちゃんが、そう、西馬ちゃん連絡先を交換したって言ってたのが意外なつながりで驚きました。そう、連絡先をね、今回のライブで交換しました。交換させていただきました。声かけてくれて、で交換、このライブのあの期間で交換したいですって言ってくれて、しようしようって言って、でツーショットもあるのであげますね。そう、しかもお互い好きなものがね、お互いが好きなものが一つあって、共通点みたいなのが、それでちょっと語りましたそう、しかもなんかその声かけてきてくれた理由が、あのダンス、あのジンクスのとかのダンスを見て気になりましたって言ってくれて、みたいな、そんなこと言ってくれたん初めてで本当に嬉しい。ゆうすけさんありがとう。そう、めっちゃ嬉しくて、めちゃめちゃ嬉しくて、と思って、多分リハの時に見ててって言ってくれたんやけど、
見てくれる出たなんて気づかなかったし、めちゃめちゃ嬉しいと思って、ね、西馬ちゃんめっちゃ面白いですし、かわいい、あの同い年なんですよ。だからこれからね、同い年でいっぱい遊びに行けたらね、楽しそうです。しかも好きなそのものもあるから、本当に嬉しいエピソードでした。これはもうライブ今回のライブで本当に嬉しいエピソードだなと思って。そうね、ゆやさんありがとう。そう、めちゃめちゃ、うん、同い年、同じ高校3年生です。うん、同い年です。カズミヤ、カズミヤさんありがとう。まーちゃんありがとう。キヨさんありがとう。タクモありがとう。ね、だから本当に嬉しかった。初めてそんなねことを、あの9期生後輩ちゃんの子たちに言ってもらえたのは初めてだったから、みたいな。めちゃめちゃ今回はもうそれもあって、あ、頑張ろうってより一層思いました。そう、ラスト JK なんですよ。リハで一番大変やったことって何やった？一番大変だったのは新チームのパフォーマンス、各新チームでやったパフォーマンスが大変でした。そう、ありがとう、ハートとかいっぱい、うん、そうそうそう、同い年がねめちゃめちゃ増えました。いっぱい同い年がいるから嬉しい、それめっちゃ嬉しい。トミさんありがとう。今回のライブはもう主にそこですね。それが、なんだろう、緊張、初めて新しいチームで集まることに対してまず緊張もしたし、でその後やばい、ついていけるかなっていう緊張もしたし、まあけどリハが始まって、あ、意外と馴染めるのかなっていうか楽しいなって思って、でそれであのねそう、先にそのやりたい曲、その新曲の前に各昼と夜で、昼は1,2,3,4よろしくっていうのがあって、夜は誰のこと一番に愛してるをやらせていただいたんですけど、それもなんか自分たちのチームが何をしたいかみたいな感じで決めたものです。チョーポンありがとう。でさ、1,2,3,4よろしくもさ、元気な曲、めちゃめちゃ元気な明るい曲なんですけど、けど今までやってた B2 の明るいとはまた違う明るいじゃないですか。あの、なんて言うんだろう、元気で明るいっていうのは B2 と一緒なんだけど、また系統の違う明るい曲だなって思って、そう、昼夜でセトリ違いました。そう、 SKE さんの曲です。私これ知ってました。なんか小さい頃に聞いたことありました。そうで、そうだからやっぱ B2 とはまた違うなと思って、で夜公演の誰のこと一番に愛してる、もうあれ坂道 AKB さんの時のやつで、ねえ、めっちゃかっこいいってなった。そう、てて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 て
1,2,3,4,5,6,7,8 これ一瞬難しそうに見えたんですけど、体にめっちゃ染み込ませました。これ絶対忘れないように、これはその振りを覚えてから、けどこの手ってやっぱパニクったら、あ次どうだっけってなるから、考えないようになるまでずっとやりました。これはなんか練習するっていうよりも日常的に日常的にちょっと歩きながら、そら歩きながらこんな手は伸ばさないんですけど、なんかこうなんかでちょっと動かした。そうそう、これ今好きだよ。そうで、この2曲はねまだね私なんとか対処はできたんですよ。対処っていうか踊れたんですよ。歩きながらこんな手は伸ばしてないよ、けど考えながら間違えないように、あの手もう体に染み込ませようと思って、考えたくない、考えたらさ分かんなくなった時にさパニックっちゃうから、こうやって手に馴染だから今何も考えてなくてもできる。てて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 そうそう、でねこれをやってたんですよ。でこれとワンツースリーフォーは、あしかも今回ヘッドセットだったじゃないですか。そう、はい、ヘッドセット、それもあって両手振りしましたよ全部。そう、もうこれは完全にね体に染み込ませました。で結局はノーなんですけど、けど私あのあれなんですよ、感覚で覚える人だから考えたら逆に分かんなくなるんですよ。全部ありがとう。あのね、考えたら分かんなくなるの。ピアノとかやってたことあるんですけど、ピアノも楽譜を覚えるまではもちろん楽譜が必要なんですけど、覚えた後弾きながら楽譜を見るっていうことができなくって、もう感覚指で覚えてるから、逆に楽譜を見て弾くっていうことができなくって、まあその指がねちょっとおかしなこと言ったらもうちょっとすぐ楽譜見てここから修正っていうのはできないんですけど、だからなんか弾ける曲は一生弾けます。あのけど私の脳の中に弾ける曲はあの毎回一個しかないです。その一曲はあの楽譜なしで指が何も考えなくても指が覚えてるけど、それは一曲しかできない。また次の新しい曲を覚えようと思ってそれを覚えたら、前覚えてたやつはどっか行っちゃう。そう、結局指で覚えてるから、指で覚えれるのは1曲までです。違うよ、猫踏んじゃったじゃないんですよ。あの何でしたっけ、あの合唱コンクールの時にした伴奏だけが1個今頭に入ってます。キヨさんありがとう。でね、そんな感じだったの、このダンスとかワンツースリーフォーも。まあ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 、リハーサルが始まる前に各自で覚えてって、でリハ始まって、まあみんなと合わせる時にまあそのついていけないことは全然なくって大丈夫だったんですよ。そう、あ大丈夫だなってリハーサルやったけど、あ大丈夫だったなって思ってけどその次の新曲が本当に私はてかもう手こずりすぎて難しい、本当に難しかったんですよ。ちいこちゃんありがとう。あの通しリハ、通しでリハーサルする前日に、そうジンクスと原価次のね振り入れがもうライブの通しリハ、もう本番通りにやるリハーサルの前日に振り入れだったの。前日に振り入れだったの、あれ
ってことは投資リハの時にもう明日には踊れてるようにならないといけないっていうプレッシャーがあって、でまあその投資リハの前日の振り入れの時に振り入れに行って、でまあ振り付け師の先生が結構難しい方、難しい結構細かい振りのを考える方っていうのはもう前々から分かってたんですけど、けどな、振り入れしてもらったらある程度は完璧じゃなくてもある程度は映像を残すもう最終段階の時には踊れてるようになるものなのかなって勝手に思ってたから、そこまで気を重くしていかなかったんです。まあ教えてもらえるし難しいかもしれないけど振り入れで教えてもらえるからまあ多分大丈夫かなって思ってたんですけど、始まったら本当に難しすぎて最初からもう頭に入ってこなくて、そうね細かくて早かったんですよ。なっちさんありがとう。そうでやばいついていけないってなって、なんかもう振り入れの間際からもう半分もうなんかもう放心状態というかあみたいなやばいぞってなって、ついていけないやばいぞ、けど明日までにこれを踊れるようにしなきゃいけない、いやけどできるのかな、えどうしようみたいな、でやばいみたいな感じでもう顔もなんかもうずっとみたいな感じになっちゃって、でなんかやってる時も教えてもらってる時も全然ついていけなくって、じゃあここまで一回音鳴らしてやりましょうってなった時も あそこ今やったのに忘れるというか体に入ってきてないから動けなくなっちゃうの、動けなくなって、でもうもうやばいって、これはもう一番最初でそうなっちゃったんですよ。一番最初の時に教えてもらってちょっとしてから、あやばいやばいこれやばいってなって、けどもう そっからもうなんかもうわかんないけどそんなねウェーンとは泣かないんですけど、ウェーンとはとも泣かない泣けない、なんかもうどうしようっていうのがもう涙が溜まりすぎて、えやばいやばいなんで泣いてるんだろう自分とか思いながらそうなんで泣いたのかよく分かんなかったんですけど、けど泣くっていうよりも自然とやばいっていうのがあ なんか涙出てるみたいな感じの感覚で、まあ4時間ぐらいとりあえず先生と一緒にできた時間はそれぐらいで、でその後にじゃあ最後、そう悔しかったのもあります、悔しかったし、あこれが新しいチームってことなのかっていう、やばい本当にっていうのがあったりして、で、まあ、4時間教えてもらった後にその最後映像として残しておくために曲をねもう普通の速さで流して撮った映像があったんですけど、でそれをさ終わってからレッスンが終わってから見返した時に本当に4時間もやったのになんかえ4時間もやったのに踊れてない自分ってなって、でやばいやばいけどど頭もついていかないってなって、まあ、そっからとりあえずミヒーナとサクパンがその後いたから一緒にやってて、で、
まあ、お互い各自で最初はやってたんですよ。各自でもう映像を見まくって、もう一回一から全部、あの時は速さ100の、あの時は速さもそのままにしてたから、めっちゃゆっくりにして踊ったりとかして、なんとかなんとか体にちょっとは馴染ませないとっていうことをずっとやってて、でそれであのレッスンが終わってから5時間経ったんですよ。めっずっとやって5時間経ったの。けど聞いて、5時間やっても普通の速さにしたら踊れなくなるのっていうのが、一応そこが一番しんどかったです。こんな一曲にさ、まあレッスンの時間も含めたらさ9時間、いやまあ帰ってきてからもうめっちゃやってたから、トータルでめちゃめちゃ時間を一曲に、で2分ちょっとしかない曲なんですよ、あの曲2分ちょっとしかない曲にもう何十時間もついやってるはずなのに、できない、踊れなすぎて追いつけなすぎて、それでもうやばいってなったのが一番辛かったです。そう、嬉しい、アミちゃん出てる公演東京から見に行ってます、アミちゃん推しです、ありがとう。そうなんですよ、今まで踊った中で一番難しかったです。なんかダンスの系統も違ったし、なんかね振りがね細かくって、なんか考える時間がなくって、でまあそれでとりあえずもう家に帰らないとっていう時間にもなっちゃったんで、家に帰って、でもその時点では全然もうまだ完璧に踊れてる、まあまあ踊れたなっていうくらいには達してないんですよ。けど明日には通しリハっていう、で、まあ、家帰ってもう一回や、何回もやって、でそしたら次の、でもあもう完璧、寝ようとはもうならなかったから、もうやれるとこまでやってやったけど、その完璧ってその日にはならなかったけど、次の日なんかちょっと早く集まって、その踏襲リハが始まる前に早く集まって、じゃあみんな不安だろうから、あのちょっとみんなで確認みたいなのをしましょうかっていう時間を作ってもらえて、そうチームでそういう朝始まる前に集まって、その、ね、ジンクスと験担ぎの確認、もう一回確認をそうできるっていう時間を作ってもらえて、でそこであのまあ一回一通りここはこうだったよね、こうだったよねってみんな思い出す作業と、そう思い出す作業と振りをやってったら、意外とその昨日は踊れなかったけど、なんかちょっと寝て頭があの理解し始めたのか、なんとか踊れたみたいな感じにも慣れたんですよ。まあ、けどなんせあのダンスがちょっと下手なもんでね、あの首とか結構とか、どこに重心を置くかによって見え方が変わるんですけど、それがまだ下手なんですけど、それで、ね、頑張りました。だからそうジンクスが最後の最後でグサってきました。そうだってジンクスがなかったら投資リハはあもう大丈夫だなって自分の中で結構もう詰めれたし大丈夫だなってなってたんですけど、最後の前日にジンクスがあってやばいこの曲はってなっちゃったけど、なんだろうその踊れるようになったらというか、その
下手うまい関係なしだったらまあ踊れるようにはなったと思うんですよ。あの曲まだ全然下手だけど、けど踊ってたらなんかね、あんなに間に合わなかったのに、あれ今間に合ってるじゃん自分ってちょっと嬉しくなりました。そうやっぱね、寝ないと、そう寝て何が変わったのか分かんないけど、あの時全く昨日の数時間前は全くもう何回かけても同じとこでつまずくしみたいなだったのに、なんかちょっと寝たらあの頭ちょっと感覚が残ってたのかなっていう。わさび大福さんありがとう。そうコンサートではだから楽しみました。あのな、今までっていうかちょっと前まで、去年の周年とかはもちろんめっちゃ楽しかったんですけど、本番出る直前、自分の出番の直前でめっちゃド緊張しちゃうんです。ド緊張して、あそこ大丈夫かな、ここ大丈夫かな、あそこふわふわふわ大丈夫かなとかなってたんですけど、まあ今ももちろん不安なとこっていうかその緊張はめっちゃするけど、それ以上になんか、あ次自分だ、次自分が出る番だ、頑張ろうって思う感じになりました。で、あとそれとあれのね、これを見た時にどう思ってもらえるかなっていう、私が今までそんなさ、あんな早い動きをしてなかったじゃないですか。そんなねガツガツ踊るダンスの曲をしたことがなかったから、そのガツガツ踊ってるのを見てあれってなってもらえるかなと思って、その反応を見るのも楽しみだった。新チームなみちゃん見て嬉しくて泣いていました。本当嬉しい。そう余裕持てるようになりました。1年かけてですね、本当にね。家もまたきするの忘れるくらい真剣に見守ってました。嬉しい、マジ頑張れってなった。本当ギャップで驚きます。本当、けどね、あの何かで話したな、あのなんか結構スタッフさんとかにはあの亜美がめっちゃ早くターン回ってるって、亜美があのなんかいつもと違うくて印象に残ったって言ってもらえたから、ああよかったって思いました、ね、目乾くぐらい真剣に見た、嬉しい。うん、ライブなみちゃん見て今回のオンラインお話し会また追加ポチッとしちゃった、嬉しい、ありがとう、話そうね。なみちゃんがこんなに成長したなんてという感じ。確かに私ね、あのって言われることが多いんですよ、あの亜美がって。あのね、ここはもうずっとです、ちっちゃい頃から、あの亜美が走ってる、あの亜美が頑張ってるって、どの亜美なんだよって私からしたらそんな感じだったんですけど、けど私も最近その感情がよくわかりました。私もリハ映像とか本番映像見て、え、あの雨がついていけてるじゃんとか思っちゃった、正直自分でも思うようになりました。そうあの雨が、そうあの雨がって、私だってあの雨ですよ、あのね、ルームスには一回あげたんですけど、あのソーラン節、あんなへなたこに踊ってたソーラン節、あれを踊ってたあの亜美が、あの亜美がライブでちょっとかっこいい曲やってましたよね。ねえ、あの亜美が本当にいや本当に最初あのジンクスと喧嘩次の振りが来た時はもうこの亜美は踊れないと思ってました。あ、もうこれは本当にもう私
踊れる日が来るのかなって思ってたんですけど、あのそのあんみが踊ってましたからあのソーラン節と比べたらすごすぎる、ね、そうだよ、小鹿だったんですよ、小鹿って言われてたのよね。ハートとだるまありがとう、久しぶり。そうですよ、まあ自分でも自分がどれぐらいになれるのかはそれはもちろん分かんないですし、だからそれの楽しみはありますよね。確かにスワンボートとは真逆、そう真逆のテイストだった、優雅じゃなかった、スワンボートってできなかったって感じだった。そうフォローしました、ありがとう。そうだからもしかしたら、もしかしたらこんなゆっくりっていうか、こんな何ですか、結構マイペースで、マイペースって言われることが多いんですけど、その雨がいつかもうバッキバキに踊ってる日が自分来るのかもしれないとか思ったら楽しみです。え、そんな日来る、もうめっちゃもうダンスのキレやばくなる日とか来るのかな。だるまとハートありがとう。神子写真の編集がまだ終わりません。本当にいつもありがとうございます。神子全部保存してます。あ、もう大変ですよね。ね、本当に。まだまだ伸びしろあるし、来るよ。頑張ります。ハートありがとう。すっきり。そうなんです。まあ、この雨がどの雨になるのかは、ぜひ見守っといてください。はい、あとはあとあれですね、ライブのちょうどカムコの写真編集してたら配信ありました。やマルルさん花束ありがとう。あとライブの話で言うと、私リクエスト曲が2曲通ったんですよ。知ってますか、結構これ一つはめちゃめちゃの大好評で、私はめっちゃ嬉しかったでしょって言いたくなったんですけど、まず一つ目はイミフです。イミフ、いや皆さんこれ本当にまずあれ流れてきた瞬間キャーってなったでしょ、キャーってなったでしょ、採用されましたよ、2曲リクエストした曲2曲お昼で。イミフ、イミフ湧いたでしょ、でしょ、あもうあれはもう本当にもう私ももう、あもうみんなありがとうって思っちゃった勝手にそうミカナ様のね、そうなんですよ。そうリハの時もあの曲が流れてきた瞬間、あもうこれもうリクエストあの入れた、もう夜中に入れたんです、夜中っていうか夜中に考えたんです、何の曲にしようかなってなって、何の曲好きかなって自分で考えた時に、ちょうどあれ多分テスト期間だったのかな、だからあのリクエストした理由がなんか、ね、あのテスト期間の時にめっちゃ聴いてますみたいな理由だったんですけど、そうで、あもう本当にこれ、あもう私もめっちゃ嬉しいってなったの、めっちゃ嬉しかったです。だってめっちゃめちゃ曲もまず中毒性あって大好きだし、私ずっとあのさえさんのあの歌ってるやつをずっと見てたんですよ。だからめっちゃそれが、あもう可愛いしかっこいいしみたいな、綺麗だしみたいな感じでやってて、あれをね、あれ聞きたいなと思ってて、それがすごい嬉しかったです。そうで、あとはもう一曲はピンク色の世界です。イエーイ、これは私出させてもらいました
そうそう、勉強しながら、そう、イミフって止ま…マジこの問題、イミフ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 って全部やってます。そうでしょ、ピンク色の世界めっちゃ好きやったから最高やった。嬉しい。そう、ピンク色の世界私も大好きなんです。あの、ああいう曲調が大好きなの。そう、全部イミフ、あ、この問題、あ、イミフ、この問題もイミフ、この問題もイミフ、そうそう。でピンク色のね世界 を歌わせていただいたんですけど、けどもともとあれはね、私はね、あ、リクエストの曲入ってると思ったんですけど、格好書きみたいな感じで、これの歌唱予定メンバーはペンライトがピンクの子って書いてあったから、あー、リクエストしたけど無理かと思ってたんですけど、まさか、はい、あの、入れてもらうこと、お仲間に入れてもらうことができて、お仲間に入れてもらうことができました。ピンク入ってないのにペンライトで、あの、最初の煽りみたいなのをさせてもらったんですけど、多分私がそのピンクがもし私がもうピンクが入ってたら、あの、何もあれし、何も煽りの時にピンクにしてくださいって言わなくてもほぼピンク色になるじゃないですか。まあ、私がまあいてもほぼピンク色になると思うんですけど、あの、ピンク色、ピンクになるんですけど、私がその煽りの時にそのピンク色の世界って言ってるから、ピンク、ペンライトピンクにしてるのが見たいですってスタッフさんに言ったら、あの、赤ないけどいいのって、赤と水色じゃないのにだけどピンクでいいのって言われたんですけど、いや、え、ピンク色の世界なんでピンク色が見たいですって言ってね。だから、あの、出て登場した時にそう赤に変えてくださろうとしてる方がいて、あー、ごめんと思いながら、そう、いや、俺いろんな人褒めてた、本当嬉しい。客席当時亜美ちゃんの動線入れなくて泣いた、そうだ、全部ピンクになったでしょ。めちゃめちゃ綺麗でした、ピンク。あ、ピンクのペンライトありがとう、ちいこちゃんありがとう、風船詐欺さんありがとう。ピンク色の世界めちゃめちゃ嬉しかったです。しかも衣装もめっちゃ可愛かったし、ね、ピンク一面でした。だから、あの、ちょっと面白いポイントとしては、ピンク色の世界をリクエストした自分が自分だけピンク色じゃなかったっていうオチお話し会6時追加したよ、ありがとう、楽しみに行ってます。あの感想の振り付け好き、うん、可愛い、全体的にめっちゃ可愛いよね、衣装めっちゃ似合ってて嬉しい、あれめっちゃ可愛かった。そう、感動した、下丸ありがとう、そう、仲間に入れてよかったです、嬉しかった。弥生そんな話してたそうそうそう、え、一人ピンクじゃないじゃんっていうね。確かに亜美ちゃんだけピンク色ないってなった、そうでしょ、うん、ね、どっちにも赤と水色だからどっちにもピンク入ってないんですけど、混ぜてもピンクにならないんですけど。時間の感想や新声について直接お話できるの嬉しい。それ今さ、めっちゃさ話したいことがね大量にあるから、本当によかったら皆さんも話しに来てください。うん、そんな感じです。しげさんありがとう、花束。はい、近況としてはそんなところかな。近況でもない、
ですけど、近況だと私は思ってたんですけど、だってもうライブ終わってから、ライブ終わってから私は1日2日ぐらいかなと思ってたんですけど、もうこんな経ってたんですね。もう木曜日ね。そうですよ。新公演私もめっちゃ楽しみ。嬉しい。話すことが悪しけ100枚ぐらいいるわ。めっちゃ話せるありがとう。そう、運動会シーズンになると表現の振りを覚えるので、振り入れするメンバーの凄さを感じる。運動会シーズン、うん、ね、ライブから1週間あっという間でしたよね。ちなみに月曜日の体育はソフトボールしました。もう本当にあれはもうちょっとしんどかったです。だってさ、いや日曜だったから月曜っていうのは分かってたんですけど、日曜ライブあって、はあ終わったと思って家に帰ってきて、やっぱカメ子の写真ね、撮っていただいたカメ子さんの写真とかをさ見たいじゃん、とか余韻に浸りたいじゃん。で私寝れないんですよ、そういう日って。私ライブの前日もライブが終わった日とかも寝れないんですよ。そうで寝れなくて、なんかもうずっと起きちゃって、なのに6時に起きないといけなくって、わやっばと思って、でもそろそろ寝ようと思って、でけどもう寝かけ、もうバタッと倒れるように寝たので、あのアラームをし忘れて、起きたのが家出る10分前、10分15分前ぐらいに気づいて、はって気づいてやばいと思って、で起きて学校行ったんですけど、そういえば月曜日って7限目から体育じゃんってなって、あんなに昨日体育したのにっていう、もうちょっと結構足も腰もバキバキだよっていう感じなんですけど、ソフトボールしてました炎天下の中暑いみたいな。フェイクとかどうしたんだろうか。何もしてってませんよ学校。もう髪の毛もヘアアイロンする時間はなかったから、もう普通にもう何ポニーテールとも言えないぐらいの一本ぐくり、一本結び、もうポニーテールでもなんでもない一本結びっていうのをして、もうとりあえずもうね、顔と歯磨いてぐらいしか何もできなかったんで、何ももう鏡とか見る余裕もなかったんで、そのまま出て行きました。で朝からソフトボールあっちいなと思いながら頑張りましたうん、そうこってり体育した日で、次の日の朝から体育はちょっともう、そうそう、しかもさ10分15分、家出る10分15分前に起きてるんで、もうそら走らないと間に合わなくって、そうなんですよ。もう私ね究極に下手くそなんですよソフトボールなんかな、そう、一応昨日めちゃめちゃ私体育したんで、今日だけちょっとパスできないですかとか言いたいんですけども、そんなことは多分通らないので言わないんですけど、ね、けどね1回だけ打てたよ。あ、バットには当たりますけど飛びません。そう、出席日数はなんとか、やばい学校ってなって、絶対遅刻はしないようにしてます。ハートありがとう。そう、うん、そう、まあけどその時はもう眠いと思って、
なんで今日朝一からもうソフトボールなんだよとか思ってたんですけど、まあ、やってみたら案外楽しいもので、まあ、そう思ってたのは最初の10分ぐらいで、あとは楽しかったですね。なんか今までライブの次の日が平日っていうことがありましたっけ？あったね。あった？なんかめっちゃ平日にライブっていうのは一回あったし、だいたいなんか土曜日、土日でやってる。あれ？ちょっと曜日まではああ忘れちゃってるわ。バラありがとう。そう、日曜日にライブして月曜日っていうのがなんかめっちゃ疲れました、その日は。まあけどその日は月曜日にその学校っていうのあったんですけど、その後にそのさキャンプに行けるっていう楽しみがあったから、それがなんかめっちゃその日の生きがいでした。筋肉痛で歩けなくなったりは大丈夫でしたけど、今回謎にあの毎回痛いところが違うんですけど、この間はあのふくらはぎで、今回はなんか変に肩こりになっちゃって、なんででしょうね。多分変な動かし方を使いすぎたとかじゃなくて、あの下手ジンクスのこの首とかさ、ジンクスとかさ、下手だけど何回もやるからここがゴキ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 って、そう、毎日が月曜日でなくてよかった。確かにね、月曜日1週間全部が月曜日だったらそれはそれでちょっと毎日朝から体育っていうのはね厳しいんでそう、このさ横の動きはさあんまりしないじゃないですか、日常的にはね。だからそれで肩こりを起こしたのかな、ね、なんであの歌月曜日、多分月曜日だったら好きな人に会えるみたいな歌詞でしたよ。そう、今ほぼなってます。だから月曜日土日会えないからみたいな、そういうことけど、私毎週月曜日だったら毎週体育1限目に会っちゃうから、それはちょっとねえ。あ、湿布とか貼ってましたけどね、ここに貼ったら近すぎてさ、めちゃめちゃ匂いきつくて、こんな感じです。あ、でしかもあれじゃん、もう9月、え、何日、28じゃん。やっぱ9月ももう終わりますね。え、なんか私なんかずっと夏も終わりますねって言った後から、え、違う、もう夏休みも終わりますねとか言ったり、9月ももう終わるねとかだいぶ前に言ってたり、てか本当に9月終わるんですけど、はい、や TikTok 9月、毎日投稿えなさん全部チェックしていただけてるでしょうか。ハートありがとう。あっという間でしたよね、本当に。まだまだめっちゃ暑い、ね、けどあの体調崩してる人大丈夫ですか、いないですか。私は結構周りにはいるんですけど、謎にね、なんかわからないんですけど、免疫は落ちてるはずなのにかかんないんですよめちゃめちゃ元気です。あのね、あ、いや、そう、あ、この人熱出しちゃったとかあって、あ、昨日一緒にいたしご飯も食べたから、あ、自分ももしかしたら明日からね体調崩しちゃうかなとか思ってるんですけど、
思ってたのに、あの全然めちゃめちゃ元気で逆にめっちゃあの免疫があって菌を殺してるのかもしれないです。え、絶賛体調崩してる。ほら大丈夫、咳がいけ、え、そうそうとかなんかね。いや私はもうだって寝る時間とかも、あ最近遅いからなとか思って、あちょっとね夜中まで起きてたりとかさ、その疲れとかもさ溜まってるからさ、あ結構自分絶対今免疫弱いから絶対うつったわとか絶対自分もなるわ次とか思ってたんですけど、あのね全然めちゃめちゃ強かったです。そう、うん、なんかね体はなんか意外と強い、なんか熱を一回出したら長引く人でもあるので、その代わり頻繁に出る人じゃないんですよね。だから自分は大丈夫ですけど、この時期ねいろいろ結構流行ってるっていうのは聞きますんで、でそう皆さんお大事になさってくださいね。なんか青いトースターありがとう。あそろそろ1時間経ちますね、ありがとう。でな感じでめちゃめちゃ喋り尽くしたんですけど、そうみんなインフルとかコロナとかには気をつけくださいね。なんか謎にさ、あ引かないわと思って風邪引かないわと思ったら引いちゃうこともあるから、まあ、そこは気にしながらやってるんですけど、けどなんか一時期そのライブ前とかに流行りだしたから、わそれは怖いなと思って、ライブ前にさなるのはね、絶対嫌じゃないですか。それでだから帰ってきたら即なんかあもう菌ついてるかもと思ってすぐお風呂入ってました。それのおかげかわからないですけど、あのね結構うわめっちゃ話したとかあったけど大丈夫だったよ。だからいい方法なのかもしれない。バラありがとうね、時間経つの早いですよね。私本当に普通に2時間とかでもベラベラ喋れるんで、あったありがとう。そう病気とか怪我でコンサート出演できない本当に辛いですし、めちゃめちゃ迷惑かけちゃうからめっちゃそれもここ絶対心苦しいと思うし、で何よりもさ会いに行くよって言ってたくれた人に申し訳ないっていうのも絶対みんなあると思うから、なるべくねみんなめちゃめちゃ気をつけてるんですけど、いや病気はさ風邪とかしょうがないんでね。あっという間に握手会もあっという間に、うんすぐだよね。てか10月29日ですよね、あと1ヶ月後。嬉しい、楽しいって言ってもらえて、そう菌は見えないんですよ、菌は見えないの。まあけどあもしかしたら菌ついてるかもって思ったらもういるかもしれないから洗い流すあ自分もアルコール消毒の匂いが結構あの好きなので、私は苦手じゃないので結構あったらなんて言うんだ、あ消毒したいと思ってやるより なんとなくなんとなく押しちゃうんですよね。10月は衣替えと月見、確かに手洗いうがいは必須ね、思いました。公演後にはお酒でアルコール消毒してる、いいことです。たくさん使った喉をね消毒しといた方がいい。
ね、そう、消毒の匂い嫌いじゃないから大丈夫なんですよ私。あと手も別に荒れない人なんで。あ、マッキーの匂いとか好きけど、私一番好きな匂いは、これは本当に好き嫌い分かれると思うんですけど、漂白剤の匂いが大好きです。漂白剤、うん、あのプールとかの匂いが好き。塩素の匂い、なんかめっちゃ綺麗な、めっちゃ綺麗な匂いってなっちゃう。めっちゃ新鮮っていうか、めっちゃ綺麗なんだろうなここって思えるから。塩素、漂白、え、わかります？プールとか水、プールとか水系の匂いが大好きですね。なんかめっちゃ綺麗な匂いしない？綺麗な、なんか、あ、ここはもうソンってなってるみたい。え、わかる？よかった。あ、そう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 、そう、そうなのよ。その匂いがね、めっちゃ好きなんですよ。そう、不思議な感じ。そう、なんかなんとも言えないけど、なんかもう、なんか一気に浄化されるみたいな、自分自身も。あの匂いが大好きです。はい、じゃあそろそろランキングを読みますね。いきます。13位、これ高ですよね。13位、高山さん、ありがとう。12位、りょんりょん、ありがとう。11位、まおまる、ありがとう。10位、りさちゃん、ありがとう。9位、きよさん、ありがとう。8位、ちいこちゃん、ありがとう。7位、みかたちょうさん、ありがとう。6位、たくぼん、ありがとう。そして5位、風船うさぎさん、ありがとう。4位、ひさまる、ありがとう。3位、つよぽん、ありがとう。2位、まるる、ありがとう。そして1位はゆうすけさんです。ありがとう、ありがとうございました。はい、じゃあ明日は金曜日、頑張りましょう。あとちょっとです、1週間けど、今週はなんだか長く感じます私は。ね、イベント終わった後って長く感じるのかな。なんでだ。ありがとうございます、頑張りましょう。あ、そしてあの一つだけ告知をさせていただく、お時間をいただくと、明日の12時までがオンライン話し会とリアルイベントのお申し込みがね、明日の12時までやっておりますんで、もしよかったら、わ、個別で聞きたいっていう、個別相談というんですか個別相談個別で聞きたいことなどあれば、ぜひぜひぜひ会いに来てくれたら嬉しいです。めちゃめちゃ待っております。こんな感じでね、あのラフに私も楽しんで話してますので、あの女はあれです、喋るの大好きなので、よかったらよろしくお願いしますはい、あとは TikTok をあげます。 TikTok ももう9月毎日投稿ですね。あとちょっとですよ、楽しんでくださいじゃあね、バイバーイ、ありがとうございました、さよなら。